今日はすみれ組さんでは自分のロッカーに入っていたお道具箱の整理ね、整理整頓しています、ね、お道具箱の中のゴミをパンパンして、そしてまたきれいに、うん、きれいにクレヨンとのりとハサミをまたしまって、ね、2学期使えるようにきれいにしていってます。みんなもきれいに先生のお話も一回で聞けて、ちゃんと自分でね、自分のことができるようになってきています。はい、今双葉組さんでは寝かしつけを行っているところです。寝顔がとても可愛らしいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ動画への高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。